はい、始まりました。ここです。スタートです。これ日々の気になったものを雑談するラジオです。 YouTube ポッドキャストで配信しております。多分怖い話ウィークの続きにするやつ。はい、ゲスト若林、おはようございます。怖い話、怖い話やっていただく。ちょっとこれはもうあの私のいとこが経験した体験談なんですけど、はい、いとこがあと大学生の時大きいに何やねん、その愛のってええし、ええし別にヤボリアクションヤボリ、結構最近かと思ってえ、わかんないっすよ。いとこだってもう37とか結構、結構17、18年前とかってことですね。で、大学生になって免許を取ったんですよ。怖そう、ちょっと。そう、免許取って免許取るときってこれ怖いからな。で、友達と免許取りたてでちょっとライブ行こうみたいな、で、地元、俺の地元の心霊スポットに行こう、はい、でその心霊スポットが山奥の旧道にあるトンネルみたいなところなんで、でなんか噂というか幽霊が3体出ますね。え、子供の霊と女の人の霊と男の人の霊が出ます、はいはい、で赤ちゃんだ、子供の霊と、女の人の霊は、まあ、あっても大丈夫、怖いけど大丈夫。ただ男の霊に会うと間違っても会話をしてはいけない。その会話をしてしまったら疲れる。疲れる。取り憑かれる。あ、取り憑かれるか。タイヤドじゃなくて。タイヤドじゃなくて。野暮に。野暮ポイントに。野暮にかな。だから取り憑かれちゃうから、まあ会ったとしても絶対にすぐに行けないといけないみたいな噂が。あそこ行こう。深夜2時ぐらい山ガーって峠登ってって、あのその例のトンネルについて、本当にもう真っ暗なトンネルでちょっと車で通り抜けれるみたいなところを、なんか車でこう何回かこう行き来してたんだけど、はい、なんか幽霊出るかなみたいな感じでこう何回か行ってる人にしてて、はい、結構何もなくて、でじゃあもう帰るかっつってこう車 U ターンさせて北道をこうにトンネル抜けてこう帰って、でこうバーッと走ってたら、そのトンネルの出口に、はい、おじさんがいて、手を振ってこう車を止めようとしてんの、はい、なんだろうって、止めたらバーッと走ってきて、ウィーンって窓開けたら、まあ、君たちダメだよみたいな、その女の子を屋根の上に乗せて走るなんて危ないからダメだよって言われて、乗せてない、いとこと友達しか車乗ってないから、うん、乗せてないですみたいな、まあ、確かにそこ乗せてないね、あ、気をつけて、あ、怖っ、バーっていやすぐ降りて、でコンビニ着いて、でそこで、あ、なんか怖かったね、女の人っていなかったかなって話してて、まあ、なんか怖かったし帰るかっつって、そのまま家の道路、はい、走るんだけど、そこで友達がふと気づいて、あれおかしくない、その深夜の3時にあんな山奥におじさんいないよね、ちょっと待って、これあれ男の霊なんじゃない、これ会話しちゃったよねってなって、あ、やばいじゃんってなって、やばいかもってなって、でもそのまま家帰ったんで、はい、で、まあ、その日は寝て朝起きて、でそのいとこの家が、お父さんお母さんで、いとこで、いとこの妹の4人家族で、あの朝の食卓、うん、バッて着いたら4人家族なんだけど、5人分の食事が、まあ、食器も合わせて用意されてて、え、実家、そう、自分の家、いつもは4人分の食器しかないんだけど、なんか5人分用意されてて、あ、なんか食器置かないみたいな、あれ確かにそうねみたいな、お母さんがなんかボケてたのかねみたいな感じで、なって、まあなんか気をつけてねみたいな感じで、まあ、その日大学行って帰ってきて、で夕食ってなって、また4人でこう食卓ついたら、やっぱ5人分用意されてるんだって怖い怖いよ、あ、これやばいかもしれないなって、はい、で、まあ寝るんだけど、深夜また夜中ぐらいに、ま、いとこの部屋をコンコンってノックされて、誰でガチャッといたら妹が立ってて、はい、家の中に誰かいる、なんかわかんないけど知らないおじさんっぽい人がいるなって、うん、あ、本当にやばいかもしれないってなっ
って、うん、もうずっとこれからこういうことしてなんかこういうことあってもしかしたらついてきてるかもしれないって話したら、そのうちお祓いに行こうって、うん、地元の神社でお祓いしてもらって、うん、そしたら、まあ、のそれからもうパタリと何もなくなったんだけど、っていうね。だからその本当幽霊と会っても会話はしちゃダメだよっていう話でした。素晴らしい。よかしよ。怖いやろ。いやー。っていう体験だ。いやー僕そのいいなー。なんかあの確かに最初にもうおじさんの、はい、あの時はうわっと思っ、はい、うわ思ったんですけど、その飯で行くかっていうか。その飯のそっち。飯でだお母さんについてんちゃうかっていうその、ね、なんなら家に連れてきてるっていうなんかその自分の外で影響が起きるみたいな、うん、自分には何も感じてなかったけど怖いよね。うわ勉強になりますね。いや勉強それ言ったのよ。それ言ったのよ。いや怖いっすね。いや最初なんか、うん、あれ夜中3時に霊だったんじゃねえわ、うん、やりすぎじゃねって思ったんですよ。思いませんでした。まあまあそのあそのおあまりにもまあ擦られてるっちゃ擦られてるみたいな、はいうんうんうん、でおっさんがいてみたいな大味かいと思ってた。いやこんな確か最後に大味と見せかまあ大味の部分ありつつ、はい、でこんなジェットコースターこふ本当にこう上げた分じゃあ邪魔怖くなったのかやばい。あんまり解説全部して解説が入っちゃう。ヤボさんかもしれない。ヤボさんちょっと今週で、うん、あの今日撮った2本あげて、こういう話で終わりで、うん、はい、撮ってて大丈夫ない。え今撮ってるけど大丈夫これそそあ、そうです。あ、そうこのラジオで、あ、大丈夫です。というわけで、今週であの今日これ最後多分怖い話ウィークのラストかな、はい、いやまだあるかも。あっちラストみたいな。おあ、じゃあまあちょっと順番わかんないですけど、まあまあ、はい、始まりました。ここです。坂田です。日々の気になったものを雑談するラジオです。ポッドキャスト、YouTube で配信しております。今日はね怖い話会なんですけど、ゲスト来ていただいております。はい、若林です。、はい、ね、若さん喋るとこないんですか。いやいや、喋っ, ってもらっていいやんけ。めちゃめちゃなんでそんなこと言うの。じゃあ怖い話、え、もう喋ってもいいですか。もちろん、ね、これあの入れてきいい会話乗っかっていいんで、はいはい、はい、ちょっとこうどういうこととか聞いていきようと、うん、でこれあの怖い話ウィークだからな、はい、ちょっとね、なんだかんだ結局、まあ、今週3本ねあげるっていう形で怖い話ウィーク終了ということで、あ、ちょっとその1個だけさ、はい、最近あのちょっと投稿タイミングがあの乱れたのすいませんでした。あ、いえいえ、あのね勝手にお盆もね1週間休んだからな。あ、そうだったけど、あ、そうだ、そう、僕のねサムネも溜まっててけど、あの無理やり長寿で合わせたから、か数は合ってる、ね、そう、数は合ってる。すいません本当に追い上げて、今後またちゃんと21時配信を守るんで、すいませんちょっと、はい、謝罪謝罪で、その代わりね、いいか話持って帰ってきたんで、はいはい、ちょうどねそのお盆の時に、うん、実家帰ってたんですよ僕、はい、で一人からあのおじさんの話聞いて、はい、走っていくおじさんっていう、まあ、前回あげたやつ、はい、でもう一人の話 で彼のなんかおばあちゃんが、はい、の話というか、うん、で小さい頃、うん、あのまあ、クニちゃんって友達なんですけど、クニちゃんのそのおばあちゃんじゃなくて、おばあちゃん、俺らの俺らの世代でクニちゃん、はい、珍しい、珍しい、クニちゃんの、であのまあ普段クニちゃんとか呼んでないんですけど、遊んでて、クニちゃんの小さい頃、うん、まあ、小幼稚園小学校低学年ぐらいまでの話なんですけど、うん、まあ、両親共働きで、うん、でいつもおばあちゃんが面倒を見てくれてたんですよね、うん、そのおばあちゃん子だ、そうです、そうです、本当におばあちゃん子だったらしくて、うん、でおばあちゃんおばあちゃんっつってよく遊んだりしてたらしいんですけど、うん、なんか今思えばっちゃ思えばなんですけど、うん、異常になんか距離近かったなと思って、おばあちゃんの、うん、で本当になんかよしよしみたいな、いつも頭撫でてくれてとか、うん、まあ、まあ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 、うん、まあちょっとなんか手握ってくるとか、まあ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 、まあ、みたいな。おう、でなんかあの冬とかこたつ入るじゃないですか、うん、であの正方形のこたつの、うん、まあ、いっぺんに誰か入っ、うん、
国ちゃん入ってたら、うん、他の3編のどっかに普通入ってくるじゃないですか、うん、同じ1編に入ってくるみたいな、うん、お近いなちょっと近いおばあちゃんみたいな、まあ、今思えばです、まあ、ちょっと当時ちっちゃかったりしたら、はい、まあまあありえなくもないというか別に私もと本人も別に嫌じゃなかったというか、うんうん、でおばあちゃんおばあちゃんって言ってて、うん、であの夜お風呂入るときに、うん、もう怖い一人でお風呂入るのが、うん、でおばあちゃん一緒に入ってよって言ったんですけど、うんうん、いつもあのねくにちゃんとか言ってくるおばあちゃんがなんかお風呂は一人で入りなさいって怖くて、うん、なんか冷たくて、うん、まあ一人で入るじゃないですか、うんうん、なんかそういうまあ風呂ぐらい一人で入る的な、うん、あれなのか、うん、でも上がってきたらアイスあるよみたいな感じでめちゃめちゃまた優しく戻ってて、うん、でもお風呂の時だけはもうすごい冷たいみたいな、うん、おばあちゃんが、うん、でまああの中学生になったぐらいでおばあちゃん亡くなっちゃうんですよね、うん、クリちゃんであのおばあちゃんの遺体を見て、うん、あのおばあちゃんのお腹にお腹の下あたりに、うん、サキュバスの陰謀があったんですよね。何この話。おばあちゃんのお腹の下にサキュバスの陰謀があったらしくて、うん、だからあお風呂とか後に入ってくれなかったんだ、サキュバスだったってこと。だからあんなに近かったんだおばあちゃんっていう。でこのラン、おばあちゃんの時代でそれあるかな。おばあちゃんの中の人、おばあちゃんのさ、これ本当信じて、おばあちゃんの時代にさ、サキュバあるかな。同人誌みたいな。あの時代に、はい、皆さんもねあのこういう話をお待ちしております。ないわそんなもん。あるわけないの。メールアドレスは ok.radio.picasso@gmail.com です。ピカソの数字は PICASSO、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。